W62S および W62SZ はソニーエリクソンモバイルコミュニケーションズが日本国内向けに開発した au ブランドを展開する KDDI および沖縄セルラー電話の携帯電話である au の Win 端末では初のグローバルパスポート GSM に対応する端末である海外仕様のロキア製端末に IC カードを入れ替える必要なくそのまま 対応各国で使用可能である。また、背面パネルの一部に、ジュラルミンが用いられている。W61SH、W61K に続き、フェイク着信機能に対応している。W61S と同様にジョグは、搭載されていない。またデータ通信方式として、EV、DoLev、A やソフトウェアの KCP は用いられていない。なお、 過去の同社のテレビ CM では、端末の型番はアナウンスせず、文字だけを表示していたが、本機の CM からは型番をアナウンスするようになった。また、本機以降の KCP 及び EV、d o l e l r 0に対応した、同社製の au 端末は、本体内メモリの容量が50から 70MB と、他社に比べて、小容量である。後に、W62S からカメラ機能、 外部メモリスロットをそれぞれ省略し、法人ユーザーに特化したカメラなしモデルの W62、SZ も追加された。ただしボディカラーはシルバーレザーのみとなっている。太字で表記されている機能は GSM モード時は使用不可。2008年5月1日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2008年9月17日に 以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2009年12月17日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。2010年9月29日に以下の不具合の修正が携帯アップデートにより行われた。ありがとうございます。